巨港号は中華民国で運行されている列車種別の一つ。自強号の保管列車として運行され、停車駅が多く、日本の鉄道における日本国有鉄道 JR の急行に相当する。名前の由来は、小介石の訓示である、部忘れ、在居、幸福大陸による。1970年、世界銀行からの借還により導入された車両であり、 日本車両製造と日立製作所が共同生産した 35SP32850 型客車27両を中心に構成されている。1970年2月3日、27両の巨工号は R100 ディーゼル機関車により牽引されて運用が開始された。当日の運行は台北大中間の1011から1014時列車であり、運賃は 当時の普通列車の3倍に相当する117元であった。同年2月20日には台北高尾間の西部幹線前線での運用が開始されている。上記で紹介した巨坑号以外にも1970年代から80年代中期にかけて多くの車両が投入された。形式は異なるが車体が白地に青線という塗装と 内装に絨毯やソファを使用している点では共通していた。R100 ディーゼル機関車牽引の巨庫50幹線の電化が完成した後は、車体はオレンジ色塗装に変更された。1986年には1200型車両が投入され、空調設備を上部に設置し、ステンレスを採用したことで軽量化を実現している。1995年には、 各方巨交号のドアが自動化に変更となり、LED サボを採用すると同時に障害者設備を整備した。この改造を施した巨交号を通称新居光と称している。2005年末、現在441両が運用されている。巨交号は自強号により第二優等となったが、自強号用の電車の車両数が少ないため、1996年までは、 メインの優等列車として活躍していた。しかし、1996年にプッシュプル式の E 線型が導入されてからは、圧倒的な編成数のために、巨行号は E 1 0 0 0型に地位を奪われることになる。1997年から1998年の2年間で、上りと下りの停車駅が少ない計6本の巨行号が廃止され、自協号に置き換えられた。 1999年に発生した921地震により、山線は大きな被害を受け、山線が運行可能になるまで海線経由で運行された。2000年10月20日、エアコン付きの復興号を1500型の巨行号と観光列車に改造し始めたため、復興号の一部が巨行号に置き換えられ、通常の巨行号は重量編成から9量編成に、 短縮された。停車駅と時間が復興号と変わらないため、便乗値上げと批判されたものの、その後も多くの復興号が虚構号に変更された。車両の改造であるが、2003年に台湾鉄路管理局と高尾高かなり発車両召喚で契約上の問題が発生した。何年もの訴訟の末、ついに契約は解除され、改修プロジェクトは完全に中止された。 結局、FPK1600、KPK11600 の巨行号は39両しか改造できず、38両が廃車となり、改造されなかった残りの35両は元の姿のまま走り続けた。2004年春には1600型の巨行号が加わり、5月中旬には巨行号の定期列車が9両編成から8両編成に減車されている。 台湾高速鉄道が開通し、太白角号や広し有名号が加わった後、巨高号は東西両路線ともに徐々に本数を減らしていった。2011年9月28日、列車番号が2桁から3桁に調整され、不定期列車は4桁のまま、1000番台は5桁に固定された。非電化区間など、ディーゼル機関車牽引の場合には、冷房電源供給用に、 電源に持つ車が連結される。一部は、商務車を連結した、監視馬の星号として、団体観光列車に活用されている。巨港号の切符現在運用されている巨港号は、合計441両、総座席は2万2二千席を超える。2004年の年間延べ乗客数は2037万4404人で、ある。四十回 p k 六百七十号。 客車巨行号の社内2024年をめどに、巨行号は復興号と共に段階的に廃止され EMU900 型に置き換えられる予定である。戦国時代の際が、円の名称学期率いる連合軍に、領土の大部分を占領されたものの、わずかに残った拠点を足場に、名称伝端の傭兵によって、結果として、 領土を回復した古事を指し、他人絵が巨から最前道を奪回したように、中華民国政府が台湾を足掛かりに大陸奪回を目指すことを意味している。イカロス出版台湾鉄道の旅完全ガイド P102。ありがとうございます。